カスピ海溝岩の不栄養化の様子不栄養化。しかし近年では人間活動の影響による水中の肥料分の濃度上昇を意味する場合が多い。水域の不栄養化の要因は生活工業排水や農業の肥料、畜産の糞尿など多岐にわたる。このような不栄養化は生態系における生物の構成を変化させ、一般には生物多様性を減少させる反面、 基礎生産の向上により生物生産性が増加する方向に作用する。不栄養化が進んだ、海栄養状態の水域では、赤潮や青潮などの減少を二次的に引き起こすため、不栄養化は、公害や環境問題として広く認識されている。諏訪湖、稲わしろ湖、東シ湖、屈コハ湖、八郎型など不栄養化と生態系の変化水域が、 貧栄養から不栄養へ変化すると栄養塩が豊富に存在するため日光のあたる水面付近では植物プランクトンが増殖する。またそれを捕食する動物プランクトンも増える。さらにこれらのプランクトンを捕食する魚介類の増殖につながる。しかし港湾内や池、湖などの停滞水域では光合成が停止する夜間等に 生物の呼吸による酸素の消費が増えるため、水中が酸欠状態となる。また、異常増殖したプランクトンの群衆が死滅すると、これが沈行した水底では、有機物の酸化的分解が進行し、急激に溶存酸素量が低下して、品酸素水害が形成される。水温薬草によりこの水害が維持されると、有機物の分解が停滞して、ヘドロが堆積し、 嫌気性微生物が優先して悪臭の原因となる。また、水海と周囲の水が混和した際、海類等に酸欠被害をもたらすことがある。結果として、不栄養化が進んだ環境では一時生産が増えることにより漁獲量の増加が期待できる。しかし、停滞水域では、海洋状態になると赤潮や青潮の発生にもつながる。ありがとうございます。